この日クロスランプに新たな1ページを刻む。届け思いを未来を聞く耳を聞く。よっしゃ行きたいと思います。あばがまだ嬉しい。ついに夢が叶ってしまったんだけど、夢が叶った後っていうのはやっぱり何か心にぽっかり穴が開きがちなんだけど、夢の一歩に過ぎないんだよね。もっと俺たちは階段登っていかなきゃいけないから。俺がただの一歩、本当にそれ、その気持ちで全力で頑張るんで、俺今見てる人たちはもう事故になるけど、俺たちの歴史に新たな1ページが刻まれました。ありがとうございます。何年たっても置き去りのまま、僕の心は軽くひらりひらり風に乗って、君の元へ。おはようございます。おはよう、おはよう、起きて起きて、おはよう、朝だよ、おはよう。多分切れられる切れられる切れられる。じゃあ見開こう。おはよう、おはよう、飯田くん、おはよう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 。突き飛ばされた、突き飛ばされちゃったよ。これ羨ましがられる。レイキ君の横で寝てます。無防備ですよ。おはよう、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 おはよう。絶対起きません、こういう時のレイキは。分かってます。ちょっと頑張って頑張って頑張って。おはよう。ネズミ。もうさすがに怒られる。怒られる。もうこんなことするキャラじゃない。ニヒラに当たっていく。ニヒラくんなら大丈夫。お願いします。ニヒラくん大丈夫です。おはよう、おはよう、おはようございます。うわうわ、うるせえ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 、お前うるせえ。One more. One more.
今からそのパスポートをこれ外人に売ってくるから。俺だよそれ、俺のやつだよこれ。もうすぐ稼ぐしかないじゃん。もう俺24連撃しかないから取って稼ぐしかないと勘弁してくれ。でいくらぐらい？多分ね100はいくらい。100リンギット安いよ、安すぎるよ。いいな3000円だよ俺の命。安すぎる。6回誰か送迎したら稼げる。6回送迎で稼げる。まあ、マレーシアはなんか屋台の通りがすごく汚いらしくて、そこは違うらしいんです。だから僕ら出演前は屋台に行くなって言われてるらしくて、食事制限です、ね、食事制限です、ね、ちゃんとしたところでご飯食べる。結果カップラーメン。カップラーメンだらけです。すごい出演屋台だから交代しましょう。はい、ミニジャンカルですけどね、楽しみだね。見てください、新しい順位が SC のとクロスランプ、クロスランプのコラボ、はい、SC の3です。ペパー順位今日から頑張ります。今日は頑張ります。前日のリハーサルでメンバーは海外特有の苦悩に追われていた。言葉が伝わらない、セットリストがずれている、短い時間の中でのハプニング、ちゃんと当たることができずにリハーサルは終わった。これは西野大統領で他の冬のワッサン、西野さんだスラマフタン、スラマッパギ、スラマッパギ、おはよう、スラップダウン、スパシブ、スパシブ、ありがとう、スパシブ、あスパシブ、どうぞスパシブ。それでも当日の朝、メインボーカル中島が合流してメンバーの表情が変わった。テレマカシ、テレマカシ、テレマカシが何もありがとう。テレマカシやばいよ、大丈夫、テレマカシ出なかったらやばいよ。やばいよ。クロスランプでした。テレマカシこれ多分ちょっと余裕残すからなんだ。クロスランプでした。テレマカシー、テレマカシー。楽しみだな。ワクワクすんな、ワクワクすんな。フルシカブされとるやん。フルシカブやん。ワクワクさんじゃない？ちょっと返してくれてる人もいるんで。オーマイガー、オーマイガー。ついにこの俺が初海外で本気出した。うわ、いいよ。日本の侍。まさに俺の力。グッチ。これで俺は行く。全部水が満パチですよ。No. 最悪や。めっちゃ遠い場所に行ってきた。トイレがあったら水がないでしょ。帰ってくるのも使えないけど、違うトイレ。使えなかった。清掃するのも。あんまり。まあどうせ汗かいてぐしゃぐしゃになっちゃうんですけどね。まあ最初の気持ちだけでも。一瞬なんです。15分のパフォーマンスです。と一瞬です。自分に命をかけて。テレマカシー。届けよう。15分で届けられるのはすごいです。せや。頑張ろう。テレマカシです。今日
うですか。俺のここを見ろ。どこのポイント？ここを見ろ。一部はもうやっぱ初めての海外ので通じないと思うけど、言葉は通じないけど気持ちでライブ会場全体を楽しませようと思います。うえ、ソウルね。昨日スカしてたけど、せめても、ね、ちょっとこうやって夜中に一人夜な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 スカし。その姿をカメラは捉えていた。よし、いける、いけます。そうか、本番1時間前、いつもとは違った緊張感。そこには早く忘れるといつもね。オーケー、驚いてみやっちゃうから。でも狭いけど、出なかしたかもしれない。出なかした、マジで。俺リュックに潜水浴帽。あった、おめでとう。すごい、キャリーに1個求められたから盛大にいじるとこやったのに。いや、俺マジで久しぶりに焦ってた。盛大にいじろうとしたのに。あぶねー、あぶねー。ありました。くっそ、そう簡単やね、マジで。リーダーはね、そう簡単やね、本気を使え。マジで焦ってたか。ガチ焦るやん。久々に見た顔してた。会場には多くの客席で埋め尽くされていた。汗が。みんなもらってくれますね。いやもうやりやすいね。なんでサイディーが悪い。だいぶね。クロスラブ。ジャパニーズカルチャー。ああ、いいですね。コスプレコンテスト。もういっぱい集めてほしいステージ。Yeah. もうみんなもういろんな人も前に来てくれて。僕は日本語よ。いよいよ本番が近づいてきた頃、メンバーの表情が一気に変わった。お疲れ様です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 。お疲
本の文化を世界に。クロスランプの新たな1ページを刻む。一緒にジャンプしたり手横に振ったり Everyone! OK!
大きな歓声とともにライブは終わった。はい、お疲れ様でした。はい、これ間に合わなかった。じゃあ、ライブを終えたメンバーの元には人が集まっていた。和の文化が世界に届いた瞬間なのかもしれない。この光景に満足することなくメンバーは進み続ける。こうしてクロスランプの海外公演は幕を閉じた。浅草公会堂に向けてクロスランプは進み続ける。何年経っても置き去りのまま僕の心ずっとこんな